なんか雰囲気いいんですわな。いらっしゃい。あ、すごいっすね。あ、なんかメニューとかないっすか。うち熱燗しかないけど大丈夫。あ、好き。じゃあ熱燗。はい、よ。うわ、すげえ雰囲気ある。結局さ、はい、冬は熱燗が一番おいしいから、もうそれしか出さねえことにしてる。うわ、そうす。飲んでみな。あ、おいしいっすね。甘いだろう。あ、はい、甘いっす。俺の地元の酒なんだよ。ええー、よかったら、飯適当に出す。ああ、そうっす。なんかお任せします。はいよ。めっちゃうまいなぁ。すげえわ。うわっ、俺カウンターで思い出した。俺さ、なんかこういう、まあ、もともとなんか洋風のさ。はいよ。よいしょ。なんすか。これは、カワハギの、カワハギって、すだちギュッてしまう。うわぁ、食べてみ。めっちゃうまそうっすね。いってきます。めっちゃうまいっすね。うわっ、合うってこういうことなんやって。はぁ、合うってこういうことってうち来るとみんな言う。そうっすよね。すげえ、めちゃくちゃうまい。すげえ。いや、あ、さっきの、あ、そうそう、なんかバーで俺一人で飲んでたら、全然知らん女の子が横座って、あ、なんか座ってるわと思ってパッと見たらさ、めちゃくちゃなさ、ミニなわけよ。ミニスカートっていうか、なんかさ、もうこのパッツンってなってさ、太もも見えばあかん部分まで見えてんちゃうかなみたいな。で、うわ、エロみたいな。でこうさ、俺もさ、こう飲みながらさ、こう見てまうわけよ。で、うわうわうわ、俺見てんのバレたらやばいなと思ってこう、でさ、スマホとかいじりながらさ、うわみたいな。え、もうさ、見えたあかんとこ見えてんじゃん。見えたあかんとこ見えてるなと思って。で、バーのマスター友達やから、スーッスーみたいな。あ、なんすか。ホタテをバター醤油で焼いて、でそれを海苔で巻いて、箸じゃなくて手で食べちゃった。何すかそれ。ホタテをバター醤油で磯辺焼きみたいな感じで食う。おー、なるほど、うん、はぁ、うわ、本当に子供から大人までみんなに愛されるけど、おい、合うってこういうことなんすね。めちゃくちゃうまいな。すげえ。はぁ、あ、なるほど。最後の、いや、これすげえ。で、バーさんはスタ友達やから、パーって話してて、最近彼女に振られたんですよ、みたいな話してたら、こいつも彼氏に振られたんだよ。え、マジっすか、初めて見ようって。うわ、俺なんか、どっかで見たことあるなと思ったら、たまに、こう、あの、俺、まあ、無料でしか、まだ見てないけど、あの、お試しでしか。エブジョルやって。うーわと思って、うわ、俺、この人、この人であるわと思って、でも、こいつ彼氏と別れてよみたいな、見たことあるみたいな、ナイスナイスよみたいな言ったら、こいつだよとか言って、まだマスターがその作品のパッケージ見せてくれて、うわ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 みたいな、俺横におる人の見てもうてるやんと思って、そしたら、ちょっとやめてくださいよとか言って、こうスマホをスクロールしてたら、その再生ボタン、その子が押すのよ。あ、ソーセージ焼いて。ソーセージ、はい、いきます。うん、うん。
あります。いやいやいや、いいから話し、全然気にしない。あ、まあ、はい、うん、まあ、一緒です。うん、ありがとう。で僕はもう自分で再生したでと思って、私目の前で見られるのめっちゃ好きなんです。めっちゃ好き、えろうと思って、うん、で、で逆に率直な感想を私はあんまりそのいただいたことがないから聞かせてくれ。正直会う前から知ってました。あー本当ですか。で俺すいません、正直見ちゃってました、そのキワキワのところって言ったら、え気づいてましたよみたいな、見せてましたし。胸が結構でかい、めちゃくちゃでかいです。めちゃくちゃでかいです。で、うわと思ったら、え、だからさ、もう俺今日2時閉店なんだよ。パッと見たら1時45分もう帰ってもらっていいみたいな。あ、じゃあ俺帰りますわ。マスターのキラーパスってことだよね。はい、で、帰りますわって言ったら、うんうんうん、多分ね、俺方法一緒だったと思うよ。それをマスター、はい、え、マジっすかってそしたらマスターが、あ、もうわーっつって目の前にタクシースーッと止まって、あ、もう帰れ、あ、そうです。え、ちょっとさ、マスターに俺言ったじゃんと。もちろん、うん、で、そしたらその女の子が、じゃあもう乗りなって、で、俺一緒に乗らせてもらって。え、待って待って、ごめん、え、今の乗りなはマスター女の子、女の子で、場所どこみたいな。で、あの俺高円寺っつって、うん、え、私中野みたいな、うん、じゃあ私の方が降りるの早いねって言われて。男ですよ、そしたら男見せろよ、恥かかすな、マスターに恥かかすな。あー、そうっすねって僕言っちゃった。ただその女の子は先に奥乗ったの。わかる？いや、わかんない。私の方が降りんの早いよね、うんうん、って言ったのに、うん、奥乗ったの。普通降りんの早いよね。え、でもさ、それたまたまってことない？やっぱさ、そこまで考えなかったりするじゃない。で、うん、中野、え、なに、最後まで聞けって感じ？で、中野って言ったら、私降りますって、中野で先に降ります。あ、じゃあすいませんっつって僕降りて、そしてその女の子どん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 押してって、えっと、だって出ないとさ、出れないもんね。出れない。で、押してって、で、その子支払いして、で、パッて言ったら、あ、もうタクシー行っちゃったから、みたいな。え？で、あとこの道ごめんね、タクシー止まりにくいんだ。あ、そうなんすか。うわ、どうしようかな。でも寝てけば。続け寝てけばって言われて、俺、いや、寝てけば、まあ、広い家で。え、待って、何カップぐらい？いや、F っすよ。まあ、寝てけば、あ、じゃあ、寝てけば。え、あの、ケバイ系？その、普通。マジで普通なんですよ。わ、普通なんだ。はい、まあ、作品によっていろいろあったんですけど。うん、います。店閉めるわ。貸し切りや。